そうですよ。あとはでもバカだなと思ったのがやっぱりあれですね、ツイッターで上島さんと磯山さやかが一緒に並んでる写真を、はあ、ご夫婦でいらっしゃいましたって送ってたら、うん、上島さんの奥さん本当に綺麗なんですねって送ってくる信じるバカが多いなって思って、あ、やっぱこういうのでこういうの信じちゃうんだからネットニュースもいい加減なことやって喜ぶよなと思いましたねあれ信じちゃうんだけど磯山さやかと上島さんが並んでる写真夫婦ですよって出してあ、本当とかこんな奥さんだった、若いとか言ってくるやついるんだろう、バカなんだよ何を信じてんだっていう、それはネットニュースめちゃくちゃのニュースに出すわ、そりゃ、ね、腹立つわ、クソかよ、さあ、というわけで、ね、話題変わりますけども、はい。